新馬食堂。はい、前回の動画からリベンジして、今度こそリクエストに応えてうどん料理を作りたいと思います。本当にお願いしますよ。任せてください。頼みますよ、ここで質問があります、レンタロウさん。なんすか、唐突だな。今日は、パスタの気分ですか、うどんの気分ですか。前もやった気がするけど、どっちかって言われてもいいです。出た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 、それ主婦泣かせ第1位の言葉。今日晩ご飯何する、何でもいいよ、どっちでもいいよ、何食べた、なんか言ってくださいよ、主婦がみんな困ってるんだから。じゃあ肉。いや違うんだ、すみません。今日いやだって聞かれたら答えちゃう。せめて二択で聞いてるのよ、まあ、確かに主婦泣かせなのはわかる。エミコ、エミコ今までごめん。本当だよ。はい、というわけでじゃあせーのでいきますよ。わかりました、やりましょう。はい、せーの、うどん。合っちゃったよ。あ、ほんとや、合っちゃったよ。じゃあうどんでいいよ。終わり、やった、終わりじゃない、今日の動画終わり。はい、今日うどんです。合いました、はい、今日はうどんです、うどんです。はい、まあね、合っちゃっていいのこれ、前回の流れだと。合わねえじゃん、なんだよこれってなるんじゃない。いいんです。あ、続けますか、はい、じゃあ今日はでもちょっとさっきパスタっていう風に言っちゃったから、はい、ちょっとやっぱパスタな感じの空気を混ぜつつ、でもうどん料理作りますから。結局そうなんですね、はい、絶対作りますからね。はい、はい、お願いします、お願いします。はい、じゃあまあ、あっさりしたのですよ、はい、はい、今日はもう本当にうどんでパスタを作りますから。あれ違う、あれパスタのうどん、あ、とりあえずうどん料理です。ん、はい、お楽しみに。うどん、というわけで、ね、今日はうどんでパスタを作って、パスタでうどん料理です。ん、材料はこちら、ドン。ドン、大丈夫かな。まず鍋に豆乳、はい、めんつゆを入れて火にかけて一煮立ちさせます。あ、いいです、いいです、はい、いいですね。あっさりした、あっさりした感じのスープになって、はい、たらここに、うどんを入れます。あ、いいじゃないですか。ほら、うどんです。豆乳とめんつゆ、はい、あっさりしてていいじゃないですか。いいですよね、はい、いいですよ、はいはいはい、でこちらを火を弱火にして、まあ1分2分煮ていきましょうかね。1分2分、はい、はい、どうですか今回は今のところ。いやいやいや、いいんじゃないですかこれ。いいですか、その来た、あのあれですよ、はい、応募して送っていただいたあれにぴったりのあっさりとしたうどん料理のいい段階だと思いますよ。このまま行くぜ。このままいい感じで、ここから塩で味を整えます。はい、いいと思いますよ。さあ盛り付けていきますよ。はい、こう盛り付けて真ん中に卵黄乗っけて、明太子も乗っけて、仕上げに万能でババンのババンババンババンバンバンババン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 万能ネギとパルメザンチーズを、このチーズチーズもダメじゃん、今日ダメじゃないもん。はい、というわけで明太カルボナーラうどん。明太カルボナーラうどん、はい、うどんがあればカルボナーラも作れます。しかもね、こう豆乳でクリーミーなパスタなベースを作り、コシのあるうどんで和も味わえる。がっつり食べてお腹もバッチリ。はい、美味しいだろうな。でも好きでしょこういうのね、好きでしょ。ほら、やったー、ヒュー。どうした今日、なんかおかしくない今日。大丈夫、やっぱ新年明けたからかな。ああ、明けましてって感じ。今、今開けた。じゃあ言っとく。はい、開けました。開けました。ありがとうございます。ヤフーがな。はい。で、ちょっとごめんなさい。改めましてなんですけど、あのリクエストのちょっと文章を思い出してください。ちょっと思い出せないんですけど。うどんが大好きなんですが、最近きつねうどんや肉うどんで胸焼けしてしまうことがあります。セーブ、豆乳、チーズ、明太。パルメザンチーズ入ってたよ。チーズね。今ガチガミ。違う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 じゃん。違うじゃん。あれ何、あなた何、かまいたちさんやってんの。勘弁して。いや、やっぱり年末年始いっぱいのお笑い番組だからね。見たけど。そんな感じ。ちょっと待って。あなたがパルメザンチーズを入れた。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これやばいじゃん。全然あっさりはしてないと思うよ。俺もチーズって材料に書いてあった時点でわーと思ったもんだって。動画2回目にして失敗だぜ。これ失敗じゃない、これも美味しいからみんなよかったら作ってみてね。これどうするんですか、え、どうするんですか、ここで終わっちゃうんですか。だってリクエストには答えてないですよ。いや、もうだからあれですよ、あの二度あることはじゃなくて、あの三度目の正直。もう一回やるんですかこれ。え、これ何回続くんですか。三度目の正直まで。ウルトラ三分クッキングぐらい続いてるけど、大丈夫かな。え、で今回うどん逆は。今日じゃあやりましょうか。じゃあやるんですか。やるなやってください。はい、じゃあ締めでどうぞ。ダン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 、うーダン。
いやもう全然回答しないですねこの冷凍うどん。続く。よー、はい、はい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